僕はこれどうもね、ソ連が滅びたチェルノブイリ事件ですね、原発事故と似たようなことじゃないかと思うんですよ。あそこも共産主義官僚体制でね、やってるから小さな事故とかそういうのを報告すると上から怒られるわけですよね。だから隠蔽に隠蔽を重ねていくうちに、ちっちゃなミス何百回かやってるうちに一つ大きな事故が起きるっていうパターンでね、起きたんじゃないかと思うんですけどね。その点はね、情報隠蔽体質がこういう事件を起こすっていうのは、原子力と流行病、ウイルス伝染病では違うけども根本同じだと思うんだね。国際政治学者の藤井元気です。このチャンネルでは、私が有料でやっておりますワールドフォーキャストを一部無料でお届けしております。最新号も無料でアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。前アメリカの専門家があの武漢で、ね、ウイルス研究所の付属の、その生物安全実験室っていうのができた時に、ここから必ず将来そのウイルスが漏洩するだろう、それはSARS の時のあれを見てて、こういう隠蔽体質、全体主義的なその官僚体質で、その何でも情報を隠蔽する体質だと必ずそういうことが起きるっていうのは言ってたっていうのが、今回のね、あの事件で先見の明があったねっていうことが出てきましたね。で、僕はこれどうもね、ソ連が滅びたチェルノブイリ事件ですね、原発事故と似たようなことじゃないかと思うんですよ。あそこも、とにかくまず、共産主義官僚体制でね、やってるから、小さな事故とかそういうのを報告すると上から怒られるわけですよね。だから隠蔽に隠蔽を重ねていくうちに、ちっちゃなミス何百回かやってるうちに、一つ大きな事故が起きるっていうパターンでね。起きたんじゃないかと思うんですけどね。その点はね、非常にその情報隠蔽体質がこういう事件を起こすっていうのは、原子力とそれとあれとこの流行病、ウイルス伝染病で違うけども、根本同じだと思うんだね、根本がね。それからどうも中にはこういうことをやっていくと、チャイナが少しその情報公開に動くんじゃないかなんて楽観的なことを知ってる人がいるけども、共産主義ってのは変わんないですからね。情報の隠蔽と操作っていうのが共産主義の基本中の基本だから、僕は絶対にこれを変わることはないと思うんですよね。先生、私はちょっと変わったところで見たいと思うんですけど、この共産主義体制の中で、自分の保身というんでしょうかね、保身、そのいわゆる今、その習近平にしろ、誰にしろ、自分の保身ということを考えたときに、習近平さん、果たして国を出ることが果たしてできるかどうかと。なるほど。もう出た時に、もしかしたらばアメリカか、アフリカか、どっかに亡命しなければ長くなるというようなことを考えた時には、確かに日本の政府は今一生懸命こう、そうなんていうんだよ、一歩一歩、国賓として迎えるような形の形は取っているけれども、日本としては、まあ私は忖度という言葉ではなくて、もし高等戦術で安倍総理が、そんなことを考えているんだなら安倍総理すごいなと、来ないの分かってるんだけど、どうぞいらっしゃいいらっしゃいって言うわけ。いざとなって来る時になった時にね、いや自分から、じゃあ私は来るなと言ったわけじゃないんだよと、あなたは自分で来たくないんだから、来れないんだから、これはしょうがないじゃないかと。こういうその言葉で考えてるか、また僕はもし安倍総理に言うんであるならば、一発かます意味で、蔡英文さんちょっと習近平さんの先にちょっと来てくれないかとか、あるいはその後でもいいからすぐ来てくれよとかというようなことを言えば、来るにも来れないんじゃないかというような、そういうふうなその高等戦術もね、これはもう考えてもいいんじゃない。基本は彼は来るだけの、来るだけの余裕はないと。ないですね。国内で。共産主義の国、ああいう独裁の国だと、トップが、国外に出たりとか、国外じゃなくても地方に行ってる間に、首都でね、クーデターが起きちゃって、権力を失うっていうのがね、たびたびありますからね。そうです。だから、そんな感じはして、しょうがないんですよ。なるほど。まあ、正直言って当たってるかどうか分かりませんけどね、別の民家だから、ちょっとこういう感じを、実はしたんです。わかりました。なんかもう少し補ってお話しするところありますか？そうですね。
さっきの中国の隠蔽体質とすごく対比的なのが今回の台湾政府の対応なんですよね。すごくオープンで、そしてすごく迅速に国民に公開したんですよね、いろんな情報、今現在も進行形で。で、1日2回記者会見やってるんですよ。あ、そうですか。で、記者会見の後に必ず質疑応答もやってます。で、それ公開なんですよね。それとはなんか LINE を使ってみんなにその情報を提供するものを構築して、誰でも、まあ、私たちも日本にいてもそれに加入することできるんですけど、もう誰でも本当にお家にいても全部政府が今何やってるかを逐一追うことができる、その隠されてないっていうことによるなんか安心感みたいなのがあると思うんですね。これは本当に先進国と思います、台湾が。そうですね。で、もう一つ追加させていただくとですね、先ほど申し上げたマスクは足りないというふうに、みんなもう買うに困ってるということで、で、そうするとですね、台湾政府が取った対策として、まあ、さっき言ったような輸出禁止と、もう一つはですね、実名制で買うと。要は自分の保険証でですね、で週に何回ぐらい買うと、でもう一つはですね、政府からですねマスクアプリを作ったんです。マスクアプリ、つまりどこにマスクがあるのかっていうそのスマホで分かるように、だからそのこっちに行ってない、こっちに行ってないということはないように、どこにあるのかということを言ってですね、でだから、で、そうする、しばらく経つとですね、今の台湾は買い占めるということはまずなくなった。まあ、当然、制限があるわけですから、逆な、行動ができたんですね。どういう逆な行動っていうと、まあ、私の方が安全、あなたの方が危ないから、まあ、どうぞ先にっていうこと。例えば、医療スタッフとかですね、医療関係者がマスクは当然必要だし、で、あるいはいろんな危険な仕事をやってる人間とかですね、で、まあ、例えばバスの運転手とかですね、そういうコミコミしたところの人間の方が必要だから、だから今、その民間で自分で、自然発生的にそういう運動ができたの。お先にどうぞっていう、私は大丈夫ですかという、だからこのようなその政府も、その国民に安心させるようないろんな情報を透明化にして、マスクはどこにあるっていうところまで情報公開してるわけですね。それはその非常に国民として一体感が非常にできてますね。できてます。この危機に際して、台湾人が本当に一体になって、国民としての凝集力というか、まあ愛国心といえば簡単だけれども、お互い思い合う気持ち、まあちょっと左翼的に言うと市民社会の成熟って言うんだけど、左翼的なレトリックで市民社会と非常に成熟してきてるというね、安心感を与えるために台湾政府がその日本円で約8億円投入して生産ラインを作ったんですよ、マスク工場。で、迅速にね、迅速に。で、最初労働力足りないのは軍部から、軍から人材出せということで、で今もうすごい生産を多くなって、1日1000万枚を目標に今作ってて、だからなんか世界第二のマスク輸出局になれるという、そういう、そういうことも、実は我々が去年の年末に参加した台湾の福和会からですね、日本に応援用のマスクを送ろうかと、福和会を中心にですね、で、藤井先生のところにも送ろうかっていうオファーが出たんです。まあ、僕は、日本は、まあ、マスクは足りないけれども、まあ、人々はそんなパニックにはなってないと。みんな、それなりに、まあ、のんきといえばのんきです。だからまあそれだけ対応が迅速だったと、まあ、いうことですね。まあ、人民が発表されたことをそのまま聞いて、それを納得して協力してる。そうで出ないと、いくら国が発表してもそれを信じる、信じるんですね、信じないか、政府の信頼性があるとういうことで、とっても信頼性があるわけです。そうですね。それでなければ、もういくら政府が言っても国民は動きません。そういうことですね。安心感を持ってます。
それが民主政治っていうことのまあいいところですよね、はい、そうだと思いますね、うん、だから独裁的にやるっていうのはそのある一定の目標を早くやるって言ってもいいかもしれないけど、結局国民からフィードバックがないから、うん、何具体的に何を対応していいか、どん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 民の側で欲求不満も高まるし、トップの権力者と実際の社会のニーズってどんどんかけ離れていくわけですよね。それでいつか転覆しちゃうっていうか、でそれで大体まあ共産主義ってのはイコール官僚主義だから、それでもって官僚主義的な機能不全に陥って、情報も届かない、上も下も情報、上も中も下も全部情報隠蔽するっていうかね。で大体チャイナでは一般大衆は政府の言うこと全体信じてないでしょ、初めから、はい、そうですね、上に政策があれば下に対策ありってことであるそうだけど、これは初めから上は嘘つくもんだって言って考えてるから、もちろん信用もできない、うん、したら的確な対話なんてできませんよね、うん、命の問題だからこそね、うんうん、今の台湾ではです、ね、うん、ほとんどのコンセンサスとしてはですね、蔡英文でよかったと、よかったね、そうでしょうね、もし韓国が当選したらどうしようかと、うん、今台湾の、うん、まあ、一番の話題はそうなんです、うんうん、よかった、蔡英文でよかった、だからさっき張さんが言ったようにです、ね、うん、もし今選挙をやると、うん、さらに1000万票取ったろ、800何万票じゃないだろうっていう、うんうん、いうことですか、はい、どうもありがとうございました。いやいやいや